あちゃちゃす、ゼロケンと申します、というわけでね、今回は、つい先日任天堂ダイレクトがあったんですけども、まあ、ちょっとね、順番的には逆になってしまったんですけども、今日はねスーパーマリオブラザーズワンダーのダイレクトですね。はい、まあ、これが、8月の最終日にやってたんですけども、今まで全く見てません。本当にね、本当に見てないので、まあ、今日はね、ちょっとこれを見ていこうかなと思います。はい、ちょっとマリオブラザーズワンダーに関しては本当に、一番最初に初週というか一番最初に発表された時以外あんまりそれ以降情報を入れてないので、まあ結構新鮮な感じで見れるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあね早速見ていこうかなと思います。あ、ちなみに自分はね、YouTube の方で、見てますので、そこら辺もよろしくお願いいたします。それでは3、2、1、はい。あ、いきなりマリオブラザーズ、ウキウキ。あ、みんなおるやん。よし、今度の舞台はフラワー王国。キノコ王国からは少し離れたところ。サラサランドとはどっちが近いんやろね。フロリアン王子、なんかちょっと花ちゃんっぽいな。突如現れた。ああ、やっぱクッパさんなんだ。不思議な力を持つと言われるワンダーフラワーに触れると、ちょっと待って、どうなったこれ。城まで取り込んだけど、そうはならんやろ。マジかよ。あ、なんかキャラクターの表情いいですね。な、城ごとさらっていくとか、でっか、思ってたよりでかかった。な、城ごとさらっていくとかあったけど、今度はクッパ自体が城になるってこと。マジかよ。強力な力を手に入れたクッパによって、これもワンダーの力ってこと。やべえな。クッパの悪巧みを阻止してフラワー王国を救うことができるのか。王子一緒に行くの。あ、よし。あ、と、え、トッテン後ろ振り向いたな。トッテンおるやん。あ、トッテンいんの。はい、スーパーマリオブラザーズワンダー。スーパーマリオブラザーズワンダーについて新要素を中心にご紹介。あ、よろしくお願いいたします。それでは早速行ってみよう。ワールド新たな舞台フラワー王国には6つのワールドと、その中心に位置するフラワー諸島の全部で7つのエリアがある。あ、7つ。これクリア後に1個増えるやつでしょ絶対。ドカンロック平原。おお、しめじ？エリンギかな今の。モックモック鉱山。マリオのチビマリオがいつも以上にちっちゃい。あ、なんか新しいギミックのブロックあるな。あ、ノコノコとかじゃねえんだ。そうか、国が違うから。ウォーズすげえ、なんか見たことねえアクションめっちゃしてる。国が違うから出てくる敵も違うんだね、がっつり。クリボーいたっけ。で、あ、あ、で、あれ、カキボーじゃん。カキボーがここにおる。マリオの表情がちゃんと変わる、すごい。各ワールドでは今回キャラの表情がすごくはっきりしてていいですね。変わったりして。あ、なんか、なんかカービィのスターライズで見た。なんでもや。なんか今みんなで冒険ってあったけど、あ、ファストトラベルみたいなこと。うわー、すげえ、なんかいい意味で今までのマリオと違う感じでいいな。あ、このなんかちょっと うるさいやつね。どうやってここに。めっちゃ喋るやん。これちゃんとなんかね、英語版はね、なんかちゃんとそれ用に翻訳とかされてたね。あ、これ奥の方にも行けるんだっけ。わあ、うるせえなこいつ。プ
レイできる。うわあ、マリオだけじゃない、ヨッシーで4枠も取ってる。ルイージ、ピーチ、これ性能差あるんかな。ま、ピーチとデイジーめっちゃ可愛い。キノピコ、どのキャラクターも性能は同じなので、お好みのキャラクターでどうぞ。性能は一緒なんだ。なるほどね。ヨッシーとトッテンはダメージを受けないので、アクションゲームが。あ、でもクリボーおるな。あ、ドスもおるやん。ただし落ちるとミスになる。ああ、なるほどね。場所は要注意。あ、ヨッシーもダメージ。ああ、効かないんだ。その加えた時の顔何それ。なんでそんなブサイクになったの。ちょっとだけ紹介。プレイヤーのマネをしてホッピン。ああ、なんかなんだっけ、中太郎だっけ。なんか前にもこんないたな。あ、スイカパックン。スイカパックン、ヨッシーアイランドになんかあったな。スイカ取ったら種出すやつ、メリコンドル。ああ、ゴッツン、ドッスンとどう違うんだろう。いやー、ピーチさんのエッチ巻き巻き。怖っ、マルノームじゃん。すごいな、全体的にめっちゃコミカルや。なかなか、のあ、のこのこかわいよ。あ、テレサかわいよ。ジュゲム、あ、ジュゲムかわいくない。おなじみの敵キャラクターも健在。国違くてもあるんやな。何、え、なんか新しいのあるよ。何これ、ゾウマリオは大きな体と長い体が特徴の変身。鼻を振って攻撃したり。あ、鼻で攻撃するんだ。あ、ちょっと割り読みがあるな。ブロックを突き破る。おお、なるほどね。広い穴もダッシュで駆け抜ける。動けますね、このゾウさん。水を吸って、わ、ドンキーコングにエリーだっけ、いたやん、こんなの。水吸い込んでギミック解くやつ。もちろんルイージ。あー、なるほど。やっぱ全員変身するから、ゾウマリオって、あら、ゾウになっちゃったピージーさん。もうこれはこれで需要ありそう。泡変身だから、今までだったら泡マリオとかな、そういう感じで呼んでたけど、今回は全員変身するから、そうやって個人の名前は使わない感じはね。変身っていう感じするやな。あ、カロンもいけるやん。あ、壁越しにいけるんだ。あの王子ずっとついてきてるんやな。おお、便利。ジャンプじゃ届かない場所だって。こういうのなんかロックマンで見たことあるんだ。なんか上にいたな、あのフラワー。ドリルマリオじゃん。ドリル変身、これギャラクシーにあってあったやつじゃん。ギャラクシーに上の攻撃が無敵と、上からの攻撃には効かないと。あ、あ、いけるんだね。おお、ドリルピージ、ちょっとシックな感じでいいですね。さらにさらに、おお、これ無敵ではいいやん。びっくりした。もちろんおなじみのファイヤー変身も健在。おお、いや、デイジーさんもポニテ狙ってほしかったな。あ、ストックできるんだ、それはいいですね。おお、なるほどね、ゾウデイジーや。状況に合わせて入れ替えるなんてことも。なおね、あ、なるほどね、あのブロックは壊せないんだ。うわあ、ワンダーガン決まり。ガン決まりフラワー。ワンダーフラワーはその年の力を蓄えて、あ、色違うんだ、それぞれ。その力を解き放つと言われる。これやばそうな色してるけど。そう、クッパはその力を狙っていたのだ。この最初のフラワーだけやたら強くない？ワンダーフラワーに触れると不思議な変化が起こる。ワンダーが、やばい、このガン決まり状態ですよ、これ。ガンが動き出したり、敵の大軍が出現したり。おお。地形が傾いたり、おお、いや、やばいよ、なんか決めてるってこれ。泡でいっぱい。ああ、これ楽しそう、めっちゃ楽しそう、これ泡で移動するの。え、あ、これ上からの視点になってる。バルーンファイト。どんなワンダーが起こるかはコースごとに全く。軌道がバルーンファイトなんよ。中にはマリオがクリボーになったり、
オデッセイの頃のクリマリオ。クリマリオ。うわー、もうな。あー、バルーンマリオおるやん。今までの要素もちゃんと取り入れられてるんやね。コースは元通りに。ああ。ちなみにマップ上でまだ開いていないコースはワンダーシードを使ってオープン。なるほど、シードを使わないとワンダーシードはステージが解放されないんだ。ポプリンからお礼に一つもらえる。なんだっけ、カービィの時にもなんかこんな感じのギミックだった気がするな。バッジ？バッジをセットして、え、なんかペーパーマリオの系譜を感じる。あ、お前がつけるんかい。バッジはたくさん種類があって、あらあらそのいくつかをご紹介。あらあらあら、いいですわね。空中で開いて、あー、パラセール、帽子パラシュート。あ、でもリンクほどいかないね。え、これ強ない？壁の森ジャンプ。ああ、なるほどね。だからステージごとにこのバッジを変えたりして解いていくのがいいのかしら。USA や、 USA 要素じゃん。おお、海原かわせ。あ、チート。あー、ダウジングね。このダウジングっぽいのはなんかそのクリア後とかでなんか使うことが多いよね。あ、コイン吸い込み地味にいいね。透明？これ自分も、自分もわからないじゃないですかこれ。ああ、これもなんかオデッセイ要素なのかなこれ。本当だ。などなど、便利なアクションからちょっと変わったものまでいろいろな能力がある。増変身めちゃめちゃシュールだな。一つだけか。コース開始前に選択できるので、ああいいですね。違うバッジに付け替えて。ああ、そういう攻略の方法があるんやね。結構バッジの種類もバッジチャレンジといっぱいあったな。いや、なんかこういうのもすごいカービィっぽい。ディスカバリーにあんなあったでしょ。ちなみに支払いはコースで集めたフラワー。ああ、このローカルコイン使うんだ。みんなでプレイ。おすそ分けプレイ。ジョイコンをおすそ分けすれば最大4人同時プレイが可能。同時キャラクターを自由に組み合わせて一緒に冒険が楽しめる。一緒に冒険。おすそ分けプレイ中はミスしても魂となって少しの間さまようことができる。え、怖っ。幽霊マリオじゃん。助けてあげれば。あ、復帰できるのか。残り数も減らない。なんかこういうのはなんか操作するヨッシーの背中にジャンプ。あ、乗れるのか。なんと乗れちゃう。あ、これいいですね。ヨッシー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 じゃん。ゾウだって乗れ。やっべ、くっそーもそう。ヨッシーやばくない？あ、オンラインプレイあるの？オンラインに接続すれば、え、ワールドマップやコースにこんな風に薄いプレイヤーが出現。え、デスストランディングやん。世界のどこかで今あなたと同時に冒険している人のライブゴースト。はあ、おすそ分けプレイだよ。ミスした時は魂になり、ライブゴーストに触れることで復活できる。ああ、なんかこのコンセプトも若干なんかデスストランディングに似てるな。なんとなく人とつながってるみたいな感じのやつ。まあだからフレンドとオンラインプレイを、いや、でもできるのかな。なんかコース中の好きな場所にパネルを置くことができる。え、パネルも魂からの復活に使えるので、ミスしやすいところに置いてあげれば人助け。ああ、すっごいこの感じもデスストランディングっぽい。なんか何が出るかは買ってからのお楽しみ。あー、面白い。ライブゴーストやパネルに触れるとユーザー名と一緒にハートポイントが表示される。いや、デスストランディングや。魂を復活させたり、あー、アイテムをプレゼントしたり。あ、そんなこともできるんだ。一緒にゴールポールに捕まったりといったいろんな行動で溜まっていく。まあなんかさらにオンラインプレイがっつりフレンドとかとなんか、ああ、なるほど。なんだろう、あ、でもこれ実質フレンドと遊んでるっていうことになるのかな、これで。
なんだろう、がったり一緒に冒険してるというよりかは、でもまあでもほぼほぼこれはなんか一緒に遊んでる感じが出せていいですね。他にもワンダーシードの獲得やボスの撃破がゴール、ま、え、このな、え、クッパジュニアかこれ、なんだこいつ。世界中の人とゆるーく繋がって冒険、フレンド同士で集まって、いいですね。オンラインプレイで遊びはもっと広がる。うるせえな。わあでも面白そう。あ、壺、あ、壺持ってるのかこれ。おーおーおー、何それ、お、すげえ、なんか新しいギミックめっちゃ増えたな。あ、キノピオ隊長いたか今。画面が狭い。あ、ケセランパセランじゃん。おお、あ、おお、うわ、なんかこのギミックを使ったマリオメーカーとか欲しいですね。ワンダーは10月20日発売。10月20日か。そしてマリオの赤をモチーフにした任天堂スイッチが新たに登場。あ、これでもなんかこれツイッターで流れてきてた気する。あ、いいな。任天堂スイッチマリオレッドは10月6日発売。いいね、真っ赤っかでいいですね。まあ自分真っ赤なスイッチ持ってるからいいけど別に。あ、終わった。あ、意外と短かったな。俺もうちょっと長いかと思ってたわ。いや、すげえ面白そう。なんかいろいろ、なんていうのかな。悪い意味じゃないんだけど、実際、マリオ、2D マリオって特に、若干マンネリ化してたじゃないですか。それなのになんか、ここに来て、新しいギミックをバリバリ出したりしてね。すごく新しい試みで、なんかこっから、新しいマリオ始まっ、また新しい 2D マリオが始まっていくんかなっていう感じがしてすごく良かったです。はい、このマリオワンダーから声優、マリオの声優さんも変わったんでしたっけ。確か今までのねマリオの声優さんがねもうちょっと引退しちゃったらしいので、このマリオワンダーから変わってるんじゃなかったのかな。うん、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、はい、まあちょっとね、このマリオワンダーもね、やりたいですね。10月20日なんで、まああと1ヶ月ぐらいか。10月と11月がやばいんだよな。ね。10月、11月がやばいのに、俺自身も今やばいから、ちょっと、ね、やれるかどうかわかんない状況なんですけど、まあちょっとね、本当に、やってみたいなと思います。はい、まあ、というわけで今回はねこんな感じで終わろうかなと思うんですけどね、まあちょっと任天堂ダイレクトの初見の反応の後にちょっとこれを出す形になってしまってちょっと申し訳ないですけどもね。はい、まあまあまあ、また次回もよろしくお願いいたします。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。